号世界格闘技連盟に所属。団体の垣根を越え世界中で戦いを演じる。バルトゥード初挑戦となる小川、打撃の練習にも余念がない。体重も柔道家時代の130キロから110キロへと絞り込まれており、得意の寝技もさらにキレを増す。別によくバリートゥードはどうのこうのとか言ってますけど、俺にとっては普通のね、リングだよ。どんな試合でも変わらないよ。プライドの黒い壊し屋、ゲイリー・グッドリッチ。まさに強豪という言葉は彼のためにあると言っても過言ではない。そのあまりある力をひたすらぶつけていく究極のパワーファイター。相手が何をしようともその攻撃はやむことがない。果たして小川が彼の暴走を止めることができるのか。俺としてはあまりはっきり言って興味ないんですけど、もちろんもともとねヒクソンと高田って2つね両巨頭を掲げてきたんで、最初決まった時は誰だそれって感じだったんですけど、まあたとえねどんな相手でも全力尽くしてなきゃいけないかという気持ちでいます。時代のヒールがいよいよ本当の姿を見せる。小川直也 VS ゲイリー・グッドリッチ。ただいまより第6試合10分歓声が止みません。さあ両選手が紹介されます。青コーナー190センチ、109キロ、ゲイリー・グッドリッチ。黒い壊し屋、ゲイリー・グッドリッチ。赤コーナー、193センチ、110キロ、小川直也。みんながマッチを見たこの瞬間、さあプライドシリーズ初出場、小川直也です。いや、小川選手の目がすごいですね。いや本当尋常じゃないというか気合入ってますよ、これはもう完全に切れてますよね。あもう早くも小川コールが巻きを取る。これ最初気をつけた方がいいですね、小川選手は。さあファーストコンタクト、ここを見逃すな。この最初がポイント。さあ選手は、まあ、だってパンチ出したいところなんですけども、はい、かなりグッドリッチの
先決がすごいですね。先に血を出したのはグッドリッチの方でした、あのダメージがまだ残ってると思うんですよ、あのパンチですね、パンチ力あるんですよね、本当にあのグッドリッチが一瞬フラッとしましたもんね、ずっとあのボクシングのですね、ピストン堀口ジムで練習してたんですけど、見たんですけどやっぱパンチ力がやっぱありますよね、いやグッドリッチを一瞬フラつかせた小川のパンチ、そしてそこからいよいよグラウンドへ、しかしここでゲイリー・グッドリッチが上になっています、ガードポジションを取って相手を、さあ足を取ったグッドリッチ、そしてここからこれ大丈夫です大丈夫です、小川選手が足が効いてます、入ってますか、あっとそしてここからどう入ろうというのか、あっと足取りできましたね、強まった膝封じ、膝封じ、おお珍しいですね、膝封じ固め、膝封じ固め、これは初めて見ましたね、なんとグッドリッチのサブミッション、しかし上に行く、上に上がる、やばい、最初勢いいんですけど、どん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 やっぱスタミナがない方なんで、スタミナ大川選手ものすごいありますからね、このグラウンドでまたかなり消耗しましたね、グッドリッチはね、首狙ったこと言ってますけどね、さあスリーパー行くか、スリーパー、スリーパーに負けたらいいんですよ、スリーパーという声飛んでる、あの腕はなかなかちょっと決めにくいんで、さあ後ろに回った小川、しかしバリトゥード初参戦、さすが世界チャンピオン、柔道の世界チャンピオンという、よくやりましたよね、最初のあの打撃をうまく避けた、うまくかわして、そして自分のパンチ一発で局面を一気に打開、流れを自分のところに持ってきた、さあ回転して避けるグッドリッチ、追う小川、いやポジション的には本当に小川選手圧倒的に有利ですから、はい、いや暴走ハリケーンマンが台風のメカ、5分経過、なんという仲間の濃い5分だったでしょうか、面白いですね、いや面白いですね、さあ小川もちょっとこれ攻めあぐねてますが、ちょっとポジションがあまり良くないんですが、僕は逆に言うとグッドリッチが予想以上に頑張ってますよね、いやこうなったらやはり柔道の世界チャンピオン、普通諦めちゃうかなと思ったんですけど、やっぱり日本でのこの試合の注目度がやっぱり大きいというのは分かってるんでしょうね、あのアームロックでも最後まで諦めずにあれしましたし、頑張りましたね、頑張りましたし、さあ首取りますよ、さあ狙うか、首に入ったぞ、さあスリーパーか、うーん入りきらない、肩でカバーしている、おっとここで胸を合わせる、胸を合わせて、さあここからどうする、足をロックされましたね、片足ロックされました、真っ赤に染まっているキャンバス、さあ胸を合わせている、さあラウンドスタイル、さあどこまでするか、いやー手かなり体力的には疲れてますよね、これパンチじゃなくて完全にこれはアームロック、はい、それとですね、やってますね、ちょっと あまりにも試合が激しくて忘れてましたけど、やっぱ左の手がやっぱりあまり握力がないんですよね、あの左側をですね、ちょっと痛めていて、ね、欠場したいというぐらいの、だからさっきのアームロックでもですね、左の手がやっぱりちょっと あまりにも力が入らないっていうのがあるんじゃないですかね、その左の腕ですよ、その左の腕、いいです、小川選手いいですよ、壊しやグッドリッチを逆に壊すか、小川ポジションは完璧ですからね、小川選手の方がプレス界の規制概念を壊し続ける男、小川直也がここでグッドリッチを粉砕するか、おっと、さあ再び最後へ、さあこちらいけるぞ、さあまたアームロックに入る、
そして再び膝の上か。腕をもう上げられないという感じでグッと落ち着いたところですね。完全にディフェンスになった。まだ時間がある、まだ時間があります。しないのがすごいですね。しないですね。さっきから暗黙何度もやってます。そしてパンチ。あ、入ってますよ。入った、上に入った。そしてテンプル。あの。入ってますよ。入ってますよ。顔面からこの抑え込みが強いですね。もう動きませんね、グッドリッチが、さあ左足を押さえた。馬乗りでももう完全に上に上がってるから。さあ腕を取る。さあ腕引きに行けるぞ。腕引きに行ける。あ、行けます、行けます、行ける。ちょっとこっちが悪いですよね。あーっと、いけない。すごい戦決ですね。すごい位置です。さあ、もうあっと、またアムロックに入る。あーっと、いけない。これは抑え込みは本当にうまいですね、小川選手。あっと、残り1分、最後1分。いや、これはこのラウンドで決めたいですね。決めたいでしょうね。まだやっぱりちょっと意識がありますし、はい、あのグッドリッチ選手がですね、はい、これ第2ラウンドに入ってしまうと最初のまたファーストコンタクト怖いですもんね。さあ、いった、いきます、いきます。あー、滑った。やせかちか。いや、まだ体勢はいいんですけどね。残り30秒。いや、もう抑え込みはすごいですね。もうグッドリッチがずっとこの状況のままです。いや、これはグッドリッチ相当スタミナを消耗しました。この度に、いや、強いですね、小川選手。さあ、取れるか。といけない。あ、またここでガードポジションになってしまいました。いや、だけどもう小川選手はコントロールしますよ。そうですね、まだ入りましたね。まだ入ってますから大丈夫です。あ、ヘッドラッツ、続き反則ですね。ワンスパー。さあ、ここで、あ、一覧に逃げられたか。もうまさに死闘ですね。素晴らしい戦いを見せました小川直也。この飛び散った鮮血がその戦いの凄さを物語っています。強い、凄まじい試合ですね。いや、強い。ご覧のこのグッドリッチの表情、唇からほとばしる鮮血。もう本当に苦しいって感じですよね。いや、しかしこれほどまでに小川が初めてのバーリフード、初めてのプライド、はい、さすがこの人は違いますね。ただやっぱりこの決め技の部分でですね、決めですね、やっぱり興奮しているのか、やっぱりあとは攻めているのが、あの時間が長かったんで、はい、粘られて回ること、最大の理由は左手ですよね。左肩、握力がないんで、はい、ちょっとやっぱりいつもの小川選手の最後の決めが、決まらないですよね。さあ、危なかったですね。このファーストコンタクト、これはですね、一気にこのまま決まってしまうかという、ラッシュでしたね、グッドリッチ。ボディーは決まってますけど、顔面はちゃんと防いでますよ。よく見ると防いでますね。そしてこの後、逆にこの今の左ですね、左のパンチがグッドリッチ選手、今の左でグッドリッチが効きました。効きました、縦剣ですね、はい、なんか。そしてこの後はもうこの完全な馬乗り状態ですね。マウントスタイルから小川直也が、いや、だけどグッドリッチ選手がよくギブアップしなかったですよ。そうですね、もう完全に馬乗りになられてますからね。普通今までのグッドリッチ選手は諦めたと思うんですけども、まあ、ただ相手が小川直也ってことでですね、もうやっぱり本当に日本のファンがよくあのこの戦いをすごいっていうのを見てるから、はい、負けられないっていうのが気持ちなんでしょうね。いや、グッドリッチが血を吹き出したりするのを見たくなければうちにいいなとか言ってましたけど、まさか自分の血が吹き出すとは思わなかったでしょうね。さあ、これも気をつけよう。最初のこのコンタクト、第2ラウンドファーストコンタクト、左から右、これ危ないですね。危ないです。これもやっ
これパンチに対して小川選手危ないですね。ちょっとやっぱ疲れてますね、小川選手も。小川選手もちょっと疲れてます、ストレート小川、さあ小川が出た、あっこっ、さあ再びアームロックか、さあアームロックが入った、やっぱりあれですね、ブラウンバットの選手は強いですね、やっぱり本当にゲイリー・グッドの選手が頑張ったからあそこまで続いたんですけど、はい、やっぱり本当に見事にコントロールしましたよ ね、 そうですね。ただやっぱり小川選手今回のバールというのを見て、はい、立ち技の感ではですね、小川選手危ない場面もありましたので、はい、逆に小川選手やってみたいってやつが出てくると思うんですけどね。しかしよく頑張りました本当に、このパンチ力ではもう屈指の力を持つゲイリー・グッドリッチ、はい、では全部強がりもいいですけど、やっぱ内心ほっとしたと思いますよ、でもやっぱり小川選手は強いですね、強いですね、もう本当に、はい、このグランドのうまさといったら、これはあるじゃん、グレーシーの人たちもかなわないほど強いものは持ってますよね、はい、で本人やっぱり土壇場だって左の肩を痛めつけてしまったんで、そういう意味では、よく頑張ったと思います。これは最後の表情、その表情を最後は絞り上げました。グッドリッチ選手も頑張りましたけどね、だったら第1ラウンド途中でもう終わってるかなという感じの試合展開でしたが、はい、いやー最後はこのマークの大きな拍手を送ってください。小川がゲリー・グッドリッチを下してプライドシリーズ初出場、初参戦のこの舞台でコアシア・グッドリッチを逆に粉砕しました。最後は何かこだわったようなこのアームロック、すごい形相ですね、最後は表情ですね。